久しぶりにコートに立ったなっていう、感じですごく緊張したんですけど、今までやってきたことを全部出し切ろうと思って、気持ちを切り替えることができたので、支えがあったからここで折れるわけにはいかないなっていう気持ち、その気持ちで、その気持ちが多分自分を強くさせてくれたので。そして東京オリンピックへの思いも語りました。開催してもらいたいっていう気持ちは、まあ、選手からしたら当然あるんですけど、正直命の危険性だったり、したいですし、まあ、一番そこですけど、連携番組商店の年内最後の収録、最高齢83歳の林家木久扇さんをはじめ、平均年齢96歳を超えるメンバーの安全を期して、大喜利は前後の確保を空けてアクリル板を置くなど感染症対策を徹底していました。とにかくこういうアクリル板の中でね、声を出してる、なんか